オリックスの優勝した要因です。よく里崎さん言ってますね。いるっちゃいる、いないっちゃいないを出したという。そうだね。この脱いるっちゃいるけどいないっちゃいないがもう優勝した要因だね。いるっちゃいる、これはもうオリックスファンの皆さんはもうよく俺から聞いたと思うよ。はい、もうあの本当オリックスっていうチームは去年ね、いるっちゃいるけど。いないっちゃいないっていうね、いい選手いるんだけどねって多くの人言うけど、それは山本と吉田のことだけ言ってんだよ。確かにその2人はすごいけど、他がなかなか連動していかないっていうところで、うん、まあピッチャーはね、山本頼みになるけど、去年だったら防御率、最優秀防御率取ってるのに8勝止まり、援護点がないからね。で逆に吉田が打てば勝てるけど、打てなきゃ負けるみたいなチームがやっぱ B クラスになっちゃったわけよ。そこでよ、今年何が起きたか、はい、投手山本、ね、最後15連勝して、はい、もう多分5冠だね、はい、投手5冠ってえげつないよ、ほぼ取った人いないんだから、うん、プラスもう一人出てきて宮城、この宮城が連動することによってオリックスは今年1年3連戦カード3連敗1回もないんだよ。あ、そうなんですか。そうで、ここはやっぱり山本と宮城がいることによって大型連敗しなくて済むね、はい、そうですね、うん、確かに。でこの2人がすごいわ、それはもう当たり前なのよ。それはもうそんでそこらの人が言えるわけ。みんな知ってる。ああ、言える言える。里崎的には頑張ったのは、はい、山崎幸也と山崎総一郎、このダブル山崎。はい、この山崎幸也も8勝10敗で、まあ、若干ね、この勝ち星は、まあ、あの負け星より下回っちゃったんだけども、まあ、1年間しっかりローテーションを守りながら、まあ、頑張れたっていうのは非常に大きいし、山崎総一郎はもうちょっと先発ローテーション足りないなっていうところで、終盤の存在感っていうのは非常にオリックスだったら大きかったかなっていうねところもあるし、打線の中でも吉田一人に頼ってたところが、まあ、4番に杉本を置くことによって吉田が出ても杉本がまた返すっていう、吉田を簡単に歩かせることもできなくなったね。で吉田杉本でもう大量得点っていうのも狙えるし、5月14日からこの 1,2 番福田宗っていうのが確立されたの。それまではあの宗、安達とか中川、佐野とか、はい、1,2 番がやっぱ確立されてなかったのね。でそこをこの 1,2 番がしっかり福田宗で確立されたことによって、うん、吉田杉本の前にランナーを貯めてそこが返せる。で下位打線の紅林、若杉、伏見などのキャッチャー陣がチャンスメイクしたのを 1,2 番で返すっていう、この下位から上位での連動戦もできた、この打撃バリエーション非常に大きかったなと。であとあの中島監督が紅林、まあ本当育てながら勝つって非常に難しいんだけど、育てながら勝ち切ったなっていう、まあ こんなこと言ったら本当申し訳ないけど、序盤紅林見てる時にまだ使うの、ミスばっかりだし当たったと思うけど全然打たないけど見てたら怖いな、いつまで使うんだろうって正直思ったけど、はい、そこを中島監督が我慢して使ったことによって、最終戦楽天戦ね、あのマー君のスプリットワンパンするかしないかぐらいを三遊間タイムリー、貴重なタイムリーも打って、でその後ね浅村のタイムリー抜けるかっていうところを三遊間深いとこから取って、守備の安定感、まあ、まだ見てたら全体的に雑なとこもあるけども、吉田が怪我していなくなった時に紅林が3番で埋めるとかね、非常に素晴らしい成長を見せて活躍できたのも大きかったかなっていうね。うん、育て方も大切になってくる、うんね、うん、でちょっとねリリーフもバタついてね、うん、ちょっと不安なとこあったけども、吉田亮中盤以降からの、ね、存在感非常に大きかったと思うし、まあ、ヒギンズ平野っていうところも、まあ、数字だけ見たらやっぱりいい成績残してるんだけど、若干ストライク入れなかったらちょっと怖いなっていうところもあったけども、あと富山山田っていうね左のリリーバーっていうところも、で比嘉っていうねサイドスローのアクセントをつけて、非常にねこの中島監督の起用、これっていう確立したところはないけども、こうやって起用法をうまくね、その相手のピッチャーとかバッターに兼ね備えながら使い切ったね、この、リリーフ系統、はい、非常に良かったんじゃないのかなと思いますね。うん、でもヤクルトもオリックスもですけど、初戦は負け越しからスタートして、そうなのよ、ヤクルトなんて開幕カード3連敗からスタートだからね、それがここで、はい、オリックスも開幕初戦西武に高橋コーナーに負けて、山本負けからスタートしてからね、で1勝2敗の負け越しからスタートしてるから、はい、スタートダッシュなんて関係ないのよ2位ロッテなんて5連敗から始まってんだから、よくみんな、俺はもういつも言ってんのよスタートダッシュなんて関係ないしって、それがまた言うのよみんな、スタートダッシュが関係ありないみたいな、ねね、全然関係ないそれが今回ね、今年はね、もう完璧に、ああそれも言ってんだから、俺なんて開幕5連勝したけどもう B クラスだったんだよそういう時もあるんです、ね、関係ないのよ開幕ダッシュなんて、うん、
はい、アマさんから質問です。里崎さん的にはオリックスの捕手は誰が1番ですか？誰が1番っていうより今年はちょっと1番2番つけるよりも、はい、うまくこのね使い切れたかなっていうね。だから山崎達也とか宮城とかこう緩急をうまく使うピッチャーっていうのには伏見がいって、うん、で逆にパワーピッチャー山本とかパワーピッチャーの時は若杉がいって、うん、そういったようにこのピッチャーのこの兼ね合いでうまくまあ使い切れたことによって、まあ、若月も伏見も違うタイプのピッチャーの余計なことを考えなくて済んだっていうところは良かったかなと。で終盤も若月、まあ、途中ね、まあ、その成績自体は打撃もいいところで打つのよ、もちろんだからそこで非常にいい活躍だけども、まあ、全体的な数字が低いからやっぱ代打陣っていうのが出てきた時に若月の時に次伏見行くのかなと思ったら伏見行かないで松井が行ったりとか、そこ伏見はもう休ませるみたいな、そういうメリハリも起用法非常に良かったかなっていうね。起用方法はやっぱり監督が決めて、まあ、もちろんもちろん。でもあの出る選手決まれば余計な人のミーティングとか調べなくてもいいからやっぱり労力減るのよ。そういったところではまあそう、ね、うまく回れたかなっていうところはあるよね。なるほど、うん、さいろいろ監督の采配もね、うん、重要ということでしたが、うん、12球団の中で、うん、ベスト監督選ぶならどの球団になるでしょうね。何を思って何を、まあ、俺が好きなのは石井和久さんの作戦とかはなんかいやらしさ、はい、野茂さんっぽいなっていうね。あ、一番そうなんですか。そうそうそう、ただそれが選手が連動しないだけで、はい、あのやってることはあいいなっていうところもあるし、中島監督は最後の最後まで受け身に回らなかったことは良かったかなと、うんうん、もう攻め切ったね。だからプレッシャーだって、ね、ロッテもプレッシャーあったって言うけどやっぱオリックスもプレッシャーあったわけよ。最後のだってあのマー君と山本の試合なんて絶対負けられないから、もうトーナメント甲子園決勝ぐらいのあれ負けてたらほぼ優勝してないっていうぐらいの負けちゃいけない試合の中でよ、うん、しっかり若手の紅林活用したりとか山本もしっかり投げ切ったりとかしてね勝ち切れたっていうところと、2点取ってその後にあのツーランスクイズ足立のああいったところで受け身に回らないで攻めに転じれる中島監督のこの起用とか戦略、うんうん、受けに回っちゃうとねやっぱこうガーって力もない相手に隙見せちゃうから、最後の最後まで受けに回らないで攻撃的に攻めたのはこの優勝に向けて中島監督のタクトの素晴らしさかなっていうね。里崎さんもどちらかといえば攻めの監督。俺はもう俺 100% わかんないよどう言われる か, どうですか。動きすぎてちょっと落ち着けって言われる本当俺はもう作戦しまくるよ、あの心配だからこんなもう黙って見とけな、動かせって言って監督動きすぎですって。選手連動大丈夫ですか、しますそれちゃんと。いやそれはもう選手次第じゃんね、連動するかどうかあっちの問題だけどって俺は言ってそうなんですね。でもそれであの中橋さんとかにスポーツウォッチャーで、はい、ちょっと動きすぎだねって言ってもうちょっと監督とはドンと座ってやるもんだけど、ちょっとさもう今度は無駄に動きすぎてるって言って怒られちゃう。まだ俺大体わかるもん自分のこと動きすぎ、そうそう俺も動きすぎちゃうのよやりたいから、何でも待っとけ、ま、なんかもう座して待つより、だから俺はもう大将として後ろにいるっていうより一番やりで先頭行きたいわけよ。だからもうガンガン行っちゃうガンガン行っちゃうで怒られれば